こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、若者の車離れについてちょっとお話したいと思うんですけども、私はね、この実際に若者が車離れを多少起こしてるっていうのはそうなんじゃないかなと思うんですが、これ必ずしもね、悲観したものじゃないと思うんですよ。あとね、車離れって言ってもいつと比較してなのかってことなんですが、ここをね、冷静に捉えていかないといけないと思うんですよ。日本はバブル景気ってのがありまして、ずっと高度経済成長からテクノロジーが高まっていって、人間の余暇とか自由な時間というのが膨らんできてね、仕事だけじゃなくてアフターファイブなんて言葉もあるように、まあ午後5時とか6時とか仕事が終わった後の楽しみ方っていうのを模索するようになったんですよね。まあ、その時におそらく1980年代とか90年代の前半ぐらいまで、ものすごくね、人々は蓄えたお金とか在宅などで得た膨らんだその収入でですね、自分の余暇を楽しむことをどんどん挑戦してきたと思うんですよ。まあ船で釣りに行ったり、別荘を買ってみたりとかね、グルメに行ってみたりとか、それからホテルに泊まってみたりとかね。で、車という楽しみもあったでしょう。やっぱりこう免許を18、19で取って、で車で遊ぶ中で何が起きたかというと、男女の出会いとかね、グループでのこうコミュニケーションってものだと思うんですよ。で、当時は車を中心にそういった人々のつながりっていうのとかね、喜びとか楽しみとか思い出っていうのができたと思うんですよ。じゃあ今ね、2000年代を過ぎて、なんで若者は車に乗らずに生きていけるようになったのかってことなんですけども、おそらくね、車を中心に集まっていた人ってのが、スマートフォンに人が集まるようになったんですよね。で、スマートフォンをやってる間ってのは運転できません。で、運転手にハンドルを任して他の人がスマートフォンをやるっていう図も、やっぱりね、馴染まないんじゃないかなと思うんですよ。運転手だけがなんか使われてるみたいな感じでね、面白くないと思いますんで。まあそうなってくると、以前はスマートフォンとか情報の発信とか受信っていうのがなかったんで、車を中心に人が集まるっていうふうなね、要するに車とスマートフォンがこう入れ替わって立場を変えてきたからこそ、若者が集まるところが車の周りではなくてスマートフォンの周りになったんではないかなと思うんですよ。で、車は一人一台っていうね、時代でもなかったと思います。当時豊かだったとしても、車を持てる人ってのは限られていて、だからこそ一人車を持つとね、そこに2人3人が集まって、1台の車に2人から3人、場合によっては4人が乗ってこうグループを作っていたみたいなことだと思うんですよ。で、今はスマートフォン1人1台持ってますんで、特に実際に肉体的にね、物理的に合わなくても個々の空間でスマートフォン、例えば自宅で楽しむことができて、で、まあ、ストレスも解消できると、フラストレーションもそこで解消できますんで、コストもかかりにくいということになってるんじゃないかなと思うんですよ。だから貧乏だから車が買えなくなったなんとかっていうんじゃなくて、そもそも車の周りに集まっていたという文化が、車の周りに集まらなくてもスマートフォンというものによって取って変わったんじゃないかなと思うんですよね。ですんで、本当に車好きな人っていうのは逆にですよ、スマートフォンの中でできているコミュニティ、例えば Facebook とかね、一定の SNS のグループの中で車好き集まりみたいなところに入って、で車のアドバイスを受けたりとか、場合によっては車のね、中古をこう下ろしてもらったりとかして、そこで車の喜びに気づくって人もできたんじゃないかなと思うんですよ。で、同じぐらい今はスタートラインが車ではなくてスマートフォンですから、スマートフォンの中で自分の求めるべき趣味を見つけたりとか、意外な喜びがあったり出会いがあったりとかするんで、昔みたいにね、車ありきではなかったというふうになったんじゃないかなと思うんですよ。今はスマホありきなんで、若者の車離れと同時に若者のスマホ集まりというふうなね、タイトルをつければしっくりくるんじゃないかなと思います。はい、前回ね、ナミさんから動画の方を送っていただきまして、なんか4本ぐらい来てましたね。で、ミサイルが撃ち込まれたみたいな物騒な話題もありましたし、それから NFT の用語集もありました。で、実はね、この動画を送っていただく際に、まあ、メールでちょっとした文章があったんですけども、やっぱりね、若い方でも憧れる車には乗りたいと思うし、それを自分の喜びとして、所有したいっていう、そんな気持ちはあると思います。ただ、昔みたいに、デートのために、人々の出会いのために、まあ、とりあえず車がないとどうにもなんないよねっていう時代ではなくなったということで、まあ、本当に好きな人とね、まあそこまで必要ないかなっていう人とはっきりと明暗が分かれた、まあ、そんな時代に入ったに過ぎないのかなと思います。そう考えてみると、若者の飲酒離れ、アルコール離れっていうのも、以前は飲み会ありき、居酒屋ありきの活動だったものが、そうではなくって、別に Twitter とかね、Instagram ありきでいいんじゃないのっていう風に、全ての娯楽やレジャーとか、いわゆる1980年代とか90年代まで、それをするしかなかったリアルな出会いの場が今ネットの方に変わってきて、スマートフォンにそれが包含されていったのかなと思うと、ごく自然な流れなんじゃないかなと。嘆くものは全くなくって、若者のね、アルコール離れとか、車離れとか、何々離れって言うんだったら、スマホ集まりっていう風な話題を出していったら、納得できるような回答につながるんじゃないかなと思いますね。ナミさん、どのようにお感じだったでしょうか。それでは失礼します。